にちは。こんにちは。豊さん。はい。日本シリーズ第3戦、終わりました。ねえ。はい。結果は4対0でソフトバンクの勝利。3勝目です。猛練習して備えます。ねえ、どうだったんでしょうかね。期待はしたんだけどさ、はい、まあ結果負けたということでね、はい、なかなか巨人がペースをつかめない。ただまあ先行後攻変わってね、はい、ソフトバンクの本拠地行ってペイペイドームに、はい、で先行になったよね、はい、だからもう最初からパンパーンってなんか平手打ちかなんかこうかましたい。でいきなりエラーで吉川が出た、はい、いいぞと思って、はい、初回、ね、はい、うん、ただその失点の仕方を見てるとさ、はい、巨人のこれバントしてもどうなのかなと思ったんだけど、まあでも先取点を取れてないシリーズだけにね、はい、まあ、先取点は取りに来るかなと思って、うん、ノーアウトランナー二塁だし、はい、で、まあ、松原バント、松原がね、はい、松原がバントしたらキャッチャーゴロ、はい、でその後ね、はい、で吉川がまあ起点を利かしてね、もうランダムプレーに持ち込んで、まあセカンドセーフになったんだけど、はい、その後ろのランナーの松原がやっぱその状況を分かってなくて飛び出したような状況になってね、はい、アウトになって、はい、まあ結局遅れずアウトカウントだけは取られたという形で、ただムーアも落ち着いてるわ、うん、ね、はい、だからまあここら辺はやっぱりいいピッチャーだけに、ワンアウトランナーサードでね、外野フライでも1点で1点を取れるような状況を作りたかったんだけど、まあそれができず、はい、相手もミスするし、はい、ジャイアンツも走塁ミスするし、うん、まあ、どうなってんだと、うん、ね、まあそういう立ち上がりで、はい、で一方サンチェスが、はい、割といい立ち上がりをしてくれたからね、うん、あ、これは今日は期待できるなっていうふうに思ってましたよ、うん、はい、それから3回だっけ、3回に先取点取るでしょ、はい、中村がね、はい、ホームランを打つシーンだけど、はい、まあ2アウトから周東が内野安打で出るんだけど、はい、まあ吉川もよく止めたよね、はい、止めたけど、まあ、うん、気持ちはあのタイミングで投げないと周東の足だから内野安打になるっていうのは分かるけどさ、はい、あまりにも適当すぎたよね、はいはい、でまあ2アウトセカンドになるわけだけども、うん、なんていうの、まあこういう見方もできるんだね。例えば一塁にいても神経使って牽制も多くなり、まあその上走られてっていう風になってくるよりはもうセカンドにエラーでも行った方が気を使わなくていいよって言うかもわからないけど、やっぱ走るっていうことはさ、やっぱりリスクも伴うんだよね、はい、アウトになる可能性だって、まあ多少はあるわけだから周東だって、はい、そういう目からするとやっぱ内野安打でエラーいらなかったね。いくら神経を使ってもそのチャンスだけは取っておきたかったよね、はい、まあ中村もさ、あの打席気をつけてたことが、うん、やっぱり低めの変化球だけを振らないというふうに、浮いてきたボールだけを狙っている、それが見事にはまってね、うん、ホームランになって先制の2点を、はい、まあ取られたという。やっぱり先制ソフトバンクが、そうだね、形になってしまいます、うん、だからやっぱ先制だけは許したくないんだよね、はい、やっぱ主導権を取られるっていうことはさ、はい、でましてはそのムーアが非常に良かっただけに、うん、ちょっと重い2点になっちゃったよね、うん、でもサンチェスもよく投げてたと思うよ、うんうん、4回ワンアウトから、うん、坂本選手がスリーボールから、スリーボールから打つよね、はい、やっぱランナーが出ない、はい、打てない、まあ、ワンアウトだからノースリーで打ったのか、ノーアウトだったらノースリー、あのスリーボールから打たなかったのか、これはちょっとわからないんだけどさ、はい、まあワンアウト坂本クラスだったらスリーボールから打ってもいいのかなとは思うけど、うん、でもやっぱりランナーを出さないと相手のペースも狂わないし、はい、だからここら辺がちょっとね、ああ打ったのかっていうような状態では見てたよね、うん、ただね、この細かなところっていうのは、はい、中村がホームランの後に次の打席だったかな、スリーボールワンストライクから先頭打者ね、うん、ノーアウト、次見え見えのまっすぐを見逃したんだよね、うん、でフルカウントにして、それはなぜかというと、それまでスリーワンになる
そのボールがとっちらかってたんだよね、サンチェスが、珍しく。だから見逃して先頭打者でフルカウントからボールを見逃し塁に出ていくんだよ、はい、これが6回だったかな。そこら辺のさ、やっぱ先頭打者ランナーを返す時、はい、そういうことをあの見極めてるんだよね、はい、その後ね、6回の裏は柳田選手がヒット打つよね。そのヒットもさ、松原が落ち着いてんだよね、はい、で球際なんだけど、まあ、柳田の打球ってラインドライブがすごいの、やっぱ打球も速いし、はい、だからまあ取れなかったんだろうけど、まあ、あれを取れるようにやっぱ成長しなきゃいけないということだよね。まあその中村のね、はい、自分の犠牲的な精神からフォアボールを取り、はい、柳田がつないで1・3塁を、はい、を作ったよね、はい、でグラシアル、はい、この時に巨人の内野陣は1点の重みを知ってるからさ、もうソフトバンクが3点リードされたら結構苦しいっていうことがあり、ある程度バックホームを意識した守備隊形を取ってたんだよね、はい、でショートゴロになって、で中村がどういう走塁をするかなと思ったら、やっぱりきっちりね、走塁をちゃんとして、はい、キャッチャーにあまり近づかずホームに投げさせておいて、ワンアウト2・3塁を作れる走塁をするわけ、はい、まあここ裏を返せば、巨人があのランダムプレーで大城が投げたそのボールで岡本がもうタッチをしたら1・2塁だったのね。だからそこら辺の走塁の技術とか守備の差っていうものがやっぱちょっと違ったよね、レベルが。で栗原を申告敬遠し、はい、デスパイネを三振に取り、はい、代打長谷川、はいはい、長谷川がどういうバッティングをするか楽しみだったんだけどさ、やっぱ初球の甘いボールをフルスイングしてきたよね、はい、そしたら吉川が横飛びで取り、大ファインプレーをした、はい、まあ、長谷川をファーストで悔しがる、うん、ね、まあやっと日本シリーズらしくなってきたかなという、うん、でもああいう大きなチャンスをゼロに抑えた。そしたら普通流れが変わるんだよね、はい、流れが変わってしまったと思うし、ソフトバンクは、はいはい、巨人はよしという気持ちの入れ替えができて、はい、やっぱり流れが変わってくると思うんだけど、はい、その後7回岡本から始まるよね、はい、そうですね、岡本選手から、岡本セカンドゴロ、はい、丸ピッチャーゴロ、はい、ウィーラーセカンドゴロと、はい、簡単に3人で終わらすんだよね、はい、だからここら辺はムーアの出来もあるけども、その打球を見てるとさ、全く捉えきれてない、うん、そういうところから、まあ、三者凡退になる。まあムーアの出来もいいよ、うん、それまでノーヒットだから、はい、ノーヒットノーランやられてるわけだから、そうです、ね、これも巨人史上初、7回までノーヒットノーランっていうのはね、今までは6回3分の2までだったんだよね、はい、だからまた記録を更新する、13失点も記録だったけど、はい、ノーヒットの記録もまあ更新してしまったということで、はい、その三者凡退の流れを今度はソフトバンクが逆に生かしてくるんだよね、はい、先頭バッター誰だっけ、松田選手、あ、松田マッチがヒットを打ち、はい、甲斐が簡単に送りバントを決めるんだよね、はい、まあここら辺もやっぱ強いチームのやっぱこう進め方だなっていうふうに思う。で、巨人ピッチャーが変わったね、はい、高梨に変わる、シュート、はい、シュート、中村、柳田に変わる、左が続くところで高梨に変えた、はい、で計算が狂うのがさ、監督の、はい、高梨がやっぱ打ち取れるシュートに対してデッドボール、ワンアウト1・2塁だよね、はい、これね、シュートを打ち取れば中村と柳田のどちらかでもう一つアウトを取ればチェンジって考えてたと思うんだけど、はい、シュートのデッドボールは計算外なんだよね、シュートはもう打ち取れると思って高梨を出してんだよね、はい、まあそこら辺で避けずにシュートがデッドボールで出ていく。で中村もこの打席、はい、さっきは 3-1 から見逃してフォアザチームに徹したフォアボールを取りチャンスを作ったという、その打席から今度は返す打席、はい、もうスライダー1本だったよね、うん、だって2ボール1ストライクからかな、外のまっすぐを、はい、ちょっと空振りするんだよね、遅れて、はい、あ、これはスライダー狙いかなと思ったら次のボールスライダーを
ライト前、はい、で1・3塁をまた作る、あ1・2塁かな、で大竹に変える、グラシアルが来て、そうですね、選手は三振で大竹が外のスライダーをグラシアルにライトに落とされると、はい、計算してるのに計算の裏ばっかり出てしまうというさ、やっぱ流れがこう悪い、まあそのままモイネロ森に抑えられてノーヒットノーランは逃れたんだけどさ、まあ丸がヒットを打ってね、はい、でもやっぱセリーグを代表として出ていってて、確かにソフトバンクのねピッチャーはいいけどこんな巨人じゃないと思うんだよね。ただ感じるのはね、やっぱりソフトバンクのバッターってランナーを進めるために左バッターでもずっとランナー一塁だったら引っ張れるボールを待ってんだよね。でそれをきっちり引っ張るんだよ。でそういうことができてる、まあ例えば俺はランナーに出なきゃいけない、ノーアウトランナーなし、中村の場面だよね、本当だったら3ボール1ストライク、まっすぐだったら打ちに行くよ、でもやっぱその3ボール1ストライクのなり方を中村はよく考えてる、だからもう1球見逃したら2球続けてストライクは投げる状態じゃないだろうっていう風なことも読んで打席に入ってるよね。今の野球って結構自由なんだよね、ノースリーから3ボールから打ったりだとか、そういうバッティングのチャンスの時からもう打ちに行ったりだとかするケースは多いけど、でも短期決戦になったらさ、何が大事かって言ったら、うん、やっぱフォアザチーム、自分よりチームということが一番大切なんだよね、うん、だからそれを中村を見てるとすごく感じたのよ今日、うん、だからそこら辺のまあ巨人の選手もないとは言わないけど、それを実践で中村がああやってやってる、でランナーの進め方、右打ち、これをみんながする、こういうことの積み重ねがやっぱ強いチームを作ってる、そんな感じがする。それと立ち上がりを見た時にムーアとサンチェスの球速っていうのはそんなに変わらなかったのね。で巨人のバッターはファールをする、はい、それを一塁側に、一塁側とか三塁側にね、左は反対三塁側、右は一塁側にファールをする。でソフトバンクのバッターってやっぱ同じ球速だけど、まあ球質は違うよ、それは比べることはなかなかできないけど、しっかりインフィールドに打ち上げてんだよね、ボンドがしても。やっぱ捉える技術、それがねやっぱりちょっと巨人とソフトバンクのバッターの差、それを感じた。それと周東がデッドボールを食らった、はい、高梨から、はい、で同じ代打の田中、モイラルにぶつけた、カーブを避けながら見逃しの三振をしてた、周東は当たった、田中は避けた、もうここのねちょっと細かいことかもわからないけど、やっぱそういうところがやっぱこう大きな差になって出てきてんのかなという、そういう精神がね、まあ長谷川があのベテランがファーストにスライディングして悔しがる、はい、もうやっぱりねここまで来たら技術もさることながらやっぱ気持ちの部分も大きいと思うよね、だからそういうものを巨人も持ってると思うんだよ、だからもう打順がどうのこうのそういうことも抜きにして、もうやっぱもう気持ちがないものはやっぱされみたいな、そんな感じ、もうね負けて呆然としてるようじゃダメ、悔しがらないと、はい、それと一つ打線のアドバイスをするんだとしたら、まあ巨人の攻撃は6回ぐらいまでしかないよ、うん、ね、はい、7回だったら高橋、加山田、岩崎やいろいろいるよ、ここら辺はつないで、で8回9回なんていうのはなかなか点取れない、はい、そうなってくるといいベースボールってさ、ゲームの、はい、あの大会があるんだけど、はい、それの解説をした時にねどういう打順を組むかって言ったら、日本ハムで言えば中田1番、西川2番、近藤3番とか、もう打てる順から、うんうん、プレッシャーがかかる順から並べていってるんだよね、うん、もうねこうなってくるとさ、うん、そこまでしか、まあいいベースボールって5回5イニングだけど、うん、もう6回までっていう風になってくるとさ、その人たちを打順回した方がいいよ、うんうんうん、だから坂本1番、2番ウィーラー、3番丸でもいいし、4番岡本外さなくてもいいし、もう打てる順から並べたらどうやって思うよね、これは。
だから彼らも勝つためにやってるんだよ。それはプロ野球とは違うかもわからないよ、ゲームとは。だけどやっぱそういうアイデアっていうのはやっぱ俺はそんなに間違いではないと思うんですね。ただもう負けれない状況に追い込まれた、もう背水の陣だよね、はい、背水の陣っていうのは水を背に戦う、もう落ちたら負け、もうここまで来てる。だけど背水の陣っていうのは実はさ、ここまで迫られてるんだけど、もう徳田原に迫られてるんだけど、策をちゃんと用いるんだよ。策を用いてることを背水の陣って言うんだけどさ、その背水の陣に俺は原監督がどういう秘策を持ってるか、やっぱね、巨人のプライドなんだろうが、負けることが一番の屈辱でありプライドを失うっていうことをよく考えて俺は戦ってほしい、まあソフトバンクはね、やっぱさすがだわ、やっぱいい野球やってる、6回にランナー1塁でさ、はい、大城選手がそうそう1塁にね、はい、2アウトでいた時に、はい、1塁にいて、いて、その後吉川選手、松原選手がいずれもセンターフライで、そう、それがね、いい当たりなんだよ。そうですね、ね、珍しく、はい、今日の試合にすればいい当たりを打たれた、はい、でランナー1塁2アウト、はい、坂本の時に出ていくんだよね、ソフトバンクのコーチが、はい、で一回落ち着かせるんだよ。やっぱ気色悪いと思ったんじゃない、その前にレフトフライもいい当たりだったから、坂本が、だから一回落ち着かせに行き、なんかちょっと打ち合わせをし、はい、で坂本と対峙をするんだけどさ、その時に甲斐がもうとにかく低めに来い、ここワンバウンドでいい、俺が止めるからって来いって、もうね、やっぱ接戦に対してやっぱ甲斐の存在っていうのはでかいわ。でね、やっぱりね、大味な野球、豪快な野球、そういったイメージもソフトバンクにはあるかもわかんないけど、やっぱね、すごい繊細だわ、競ってる時は。で、競ってる時ほど甲斐の価値が出てくる、それをものすごく感じた。だから甲斐はいいキャッチャーだなと思うよ、やっぱり。俺が止めるから低めに来いって、で見事に三振取るんだけどさ、はい、接戦に対しては細心に、打ち合いには大胆にというね、やっぱ両面持ってるチームっていうのは隙がない。まあ明日も巨人は苦しむと思うけど、はい、でもね、これで終わったらダメだわね、はい、なんとか一夜報えないとね、まあ期待してます、頑張ってください、はいはい。